皆さん、こんにちは。三国志13、石壁の戦い。この13回目で完結となります。前回終了時の段階では、まだまだこれからと思っていました。曹操軍の兵力は、遠征開始時と比べて13万ほど減っていますが、回復を考えるとまだまだ油断できない。金銭や養老にも余裕があり、都市数も増えています。そして、曹操は孫権領だった幼州をほぼ抑えています。この幼州にある都市を見てみると、孫権が内政を頑張っていたんでしょう。民心は総じて高くて、ここは余剰ですが槍兵の訓練度が2000を超えています。露光も超えていますね。この幼州の兵が回復して、孫権を攻められたり、調査を攻められるのがすごく嫌でした。この辺りを過ぎたもう少し先までは、私自身、ずっと緊張状態が続いていました。慶州を攻められるのではないか。慶州と合わせて、洛陽や江濃を同時に攻められたらどうしよう。兵回復が早いので、泥仕合になり、こちらの養老が切れたりするのではないか。今回、そんなことを考えながらプレイを始めましたが、どうなったのか、進めていきましょう。バウン力の好感度は9から11にいつの間にか上がっています。やっぱり、一緒にいるだけで勝手に上がるということなんでしょう。そして、まずは外交。天下二分を目指すため、孫権とは同盟を維持したい。そして外交コマンドを開いてみると、なんと、覇気以外のコマンドが使えない。あと706日もの長い間、外交ができないみたい。停戦破棄から3年ってことですね。悪評が広まって使えない。ということは4ヶ月後に孫権との同盟が切れて、攻めて来られる可能性が出てきました。兵力的に大したことはないですが、そこそこの武将を防衛用に置いておかないといけない。襄陽の敵部隊は兵糧切れで解散したのか、それとも巨匠を守るために解散して武将を戻したのか、わからないけど綺麗に消えちゃった。そして、いよいよ、皇帝がいる巨匠攻略にかかります。敵勢は増援入れて約4万5千。結局、騎士さんの戦法、一回も使わなかった気がする。巨匠を攻略。劉備軍が後漢皇帝を擁立しました。皇帝を擁立すると、存在感が上がり、さらに存在感が一定を超えたら皇帝になれるらしい。存在感は領土を広げるとどんどん上がっていくっぽい。襄陽には曹操が出てきているようです。増援も来てますね。ここで初めて兵糧を買うことになって気づいたのが、金一に対して兵糧2を手に入れることができるっていうこと。別ゲームの経験からか、逆で思い込んでいました。これなら兵糧に困ることはない。ここで要所を抑えていた義援らの部隊を退却させます。本体が巨匠でここらの敵を迎え撃ち、回復させることにしよう。はしごを外すってやつですね。巨匠での回復戦は、10万以上の敵兵と戦いましたが、12万の劉備軍の兵が、12万になって終わりました。領州の金馬町、
水産なり。曹操軍は城陽と徐南に兵を向けているようです。巨匠の防衛を任せるべく、義援と関水の部隊を向かわせています。これは、城陽を落とせそう。城陽攻略部隊、統率80以上は、官兵、流砲、猛角、他は70代の武将で構成されています。曹操軍、じわじわと兵力が減ってきてる。劉備軍との総兵力差が2倍くらいまで縮まった。義援らが到着するまで、武将で防衛。この戦いの最中、関兵らが城陽を制圧。敵勢がそこそこ来てるので城陽で防衛をさせておこう。采配を中断してこの部隊の兵糧補給。采配に戻って戦闘を終わらせ、回復した巨匠の兵を出陣させ防衛に当て、我が命に変えましょう。本隊は慶州へのルートを遮断するため徐南攻略を急ぐ。官兵らの部隊が壊滅し城陽を取られるとまずい。行こう。このあたり味方の AI を信じきれていないのでまだまだ緊張していました。お待たせよ。あとは孫権との同盟が切れ、攻められた場合も少し心配。よし、多くの部隊の進行を止めることができそう。徐南の戦いは結構な敵勢の数にはなりましたが、本陣を落として終了。この徐南を取り、各都市の防衛ができているのが分かった段階で、勝利をようやく確信。曹操を倒して、孫権と天下二分するところまで一気にやろうと思った瞬間でした。では、ここからはサクッと進めていきます。官兵、猛角勢の兵力は合わせて13万。信や、援、そして甲賀の順番で攻略に向かいます。劉備勢12万は、慶州に向かおうとする敵勢をさらに止めるべく徐春へ向かう。そして、孫権軍が出てますね。これは予想に向かっています。同盟期限切れまではあと約1ヶ月です。約2ヶ月半が経ちました。同盟は切れましたが孫権が攻めてくるということはなかった。劉備勢は12万を維持したまま徐春を攻略。ここらの敵勢は深夜と予想に向かっています。孫権軍は予想を攻略してますね。そして、さらに3ヶ月が経ちました。劉備勢は可否を攻略。官兵、猛角勢は、深夜で防衛した後、甲賀へと向かう。そして、第3部隊の義援勢、第4部隊の関水勢を編成。義援勢には小攻略に向かわせ、関水勢には課題攻略に向かわせる。そして、孫権軍は海景に向かっているようです。さらに2ヶ月が経ちました。劉備勢は勝敗を攻略。官兵、猛角勢は甲賀を攻略し、露光に向かっています。義援勢は将を攻略中。関水勢も課題に到着し攻略中。孫権軍は海景を攻略しており、力を取り戻しつつあります。徐春から周宗勢も出陣。可否の兵と合わせて牢屋攻略を狙う。
そこから約2ヶ月が経ち、劉備勢は西北、そして咸陽を攻略。韓非勢らは出てきた敵を倒し、ようやく露光に取り付けそう。課題攻略は時間がかかっているようです。こちら9万くらい減らされてる。紀元勢は省を攻略後、陳留を攻めています。そこから約半月が経ちました。露光攻略を終えたわけですが、孫権軍が露光に攻めてきています。この時調べてみると、曹操と孫権は同盟を結び、曹操が露光への援軍を孫権に頼んでいました。孫権に要州の曹操領を取ってもらおうと思っていたのですが、自分でやらなくてはいけなくなったようです。紀元勢は陳留、関水勢は課題を攻略し、元は袁紹の本拠地であった紀州の都市要攻略に向かっています。関西勢らは露光を放置して、周宗勢が向かっている牢屋を一緒に攻略させます。城陽がずっと残っているのはいやらしいので、ここもそろそろ攻めます。宿友らを向かわせました。慶州には城陽と城陽があり、ややこしい。そこから1ヶ月半が経ち、露光を孫権に取られています。劉備勢は南皮を攻略。紀燕、関水勢が攻めている行も陥落寸前。よし、ここで劉備を戦線離脱させよう。馬運力と二人でどこかの都市で静かに暮らそう。今の馬運力の好感度はいくつだろうか。18か、結構上がってるじゃないか。趙雲の足の速さにはいつも助けられたけど、でもすごく速かった。同じ勢力になってしばらくすると、結婚するという設定になっているのかな。祝言にも呼ばれず、いつ結婚したかわからなかったから、まるでピエロになってしまったじゃないか。まあ、うん、趙雲よ。おめでとう。新しい人を探そうかなとも思ったけど、まあいいや、この戦いを早く終わらせよう、ということになりました。劉備自身の兵は少なくなってきたし、采配はもういらないだろうということで、劉備と諸葛亮の部隊は解散。昇進の劉備は白帝城に向かわせます。間違った、勝敗に向かわせ部隊を編成、出陣させました。そして、諸葛亮を都督にした軍団を作り、ある程度任せることにしました。義攻略をさせたい。そして、表情を行い、曹操攻略の指示を出しました。そこから約半年が経ちました。采配をしないと、やはりペースが落ちる。さらに5ヶ月が経ち、援軍に来ていた孫権軍を蹴散らし、領州の都市、呉を攻略。これで曹操攻略は城兵を残すのみ。そして、諸葛亮軍団の部隊が城兵を攻めています。まさか曹操も赤壁の戦いから数えて約7年後に、こういう事態に陥るとは思っていなかったでしょう。ついに曹操が滅亡。表情はどんどん使った方がいいんですね。
結構な達成報酬がもらえる。はい、ということで、孫権と天下二分するところまで来ることができました。周瑜も史実での寿命は来ているはずですが、生きていてくれた。石壁の戦いから始まったこの物語。劉備と孫権の同盟。周瑜と諸葛亮が知略戦を繰り広げる中、曹操軍を火攻めで破った後も、劉備と孫権、諸葛亮と周瑜の間には、わだかまりが残る話もありました。しかし、こうして天下を二分し、諸葛亮と周瑜が宴で席を並べる優しい世界、これを作り上げることができてよかったです。熱い見せ場があまりない動画になってしまいましたが、私自身はすごく楽しめました。石壁後、曹操の攻撃を2回防ぎ、曹操と停戦後は三国志の話の流れに沿い、慶州南軍、益州、漢中を攻略し、次に陽州攻略で馬強を登用。そして、五湖将軍と共に義を攻めて、その強さで蹂躙していく。劉備で初見プレイをし、この流れで進めるのは、定番になってる感じ。三国志の世界に浸りながらプレイをすると面白さも倍増です。さて、次回の動画ですが、三国志で上げるかどうかは今のところ未定です。この動画を上げた後は、再度このシナリオの劉備で遊びそう。一通りプレイをしてある程度分かってきました。次は曹操、劉璋と停戦をせずにやればどうなるのか。しばらくはそれで楽しみたいと思っています。あと、来月24日に発売予定の、信長の野望、創造、戦国立志伝のプレイ動画は上げる予定です。ということで、三国志13、石壁の戦いを、終わりたいと思います。ご視聴、ありがとうございました。その後、曹操が滅亡したその日、7月13日、新たな命令が下される。ここまで来たらエンディングまで行くでしょう。今は諦めてくれ。このような結果となりました。この恩義忘れません。ごめん、つかまつる。わかった。人生は恩欲に似たり、惜しまれても終わりは来る。
黄巾の乱に端を発する混乱と激動の時代は、一人の英雄とその覇業を支えた数多の英傑たちの手によってここに幕を閉じた。